それでは改めて鹿島ヒイラギ役の今井文也さん、センチミリメンタルの敦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今井さん、公開から2週間が経ちましたけども、はい、まあ、かなり SNS の方で反響もあると思います、はい、それを受けていかがですか？そうですね、ありがたいことに本当にたくさんの方々に見ていただいているようで、感想とかできっとここはヒイラギがこういう感情で歌ってるんじゃないかみたいな、はいはいはい、自分が全然思ってないようなことちゃんとね深掘りしてくれてね、俺もそれを見ながら、はいはいはい、そうよく分かってると思いながら、なんかストレイトとパレードで全然歌い方が違うみたいなのとかも皆さんすごい言ってくださってる、そうでも正直僕ら撮ってる時、そこまで歌い方をじゃあこれ1個目と2個目でめちゃくちゃ変えましょうとかってそんな言ってなかったじゃないですか。ここだけの話ね、そう、なんか本当完成版見た時にね、あれこんな変わってたみたいな、こんな変わってたんだと思って、みんなの反応を見て、ちゃんと完成したものを見て、確かにっていう、そうそうそう、僕らの方が驚きもあって、言われてみりゃそうだよな、本当になんかみんなにね引っ張ってってもらってるような感覚もありますね。ありがとうございます、すいませんねそれでも収録した際は結構お二人でいろんなことをお話をしながら、あんまりそのこういう作品でこういうキャラクターの描写でこういうきっと気持ちだからみたいなことをやるよりかは、もう彼に気持ちよく歌い切ってもらった方がいいだろうなと思ってたのもあるの で、ね、割と自由にどこのシーンでね、なんか使われるとかもそんなに話し合いはせずに、そうですね、楽曲は楽曲としてのその良さを伝えようっていうので、でいざこう完成版を聴いてみた時に、あ、すごいぴったり当てはまってると思って、ねねすごいっすね。そうですね、なんか今井さんの中でその敦さんから受けたアドバイスの中で、はい、あ、これ響いたなと なんか覚えてることってあったりしますか？あ、でもやっぱこれ結構いろんなインタビューでもお話ししたんですけど、やっぱ息の多さ、はい、息の多さ、センチミリメンタルといえば息の多さ、僕息を多く入れたがあるんですよねそうなんですよ、もっとささやいてって、まあ、ギブンシリーズ全体含めてそのやっぱりさっきも言ってくれたように、キャラクターソングっぽくじゃなくて、もう一つのバンドとしてアーティストとしてちゃんと世に出てきた感じにはしたいっていうのをモットーに音楽を作って楽曲のディレクションもさせてもらってるので、まあ、そのさっき言ったみたいな息を多く入れてくれとかっていうのもその一つなんですけど、そのよりバンドのボーカリストみたいな感じは出してほしいなとは思ってたので、すごくその感じが今井くんからも出てくる来たので、いや酸欠になるかと思いましたよめちゃくちゃね息を吐かせたから酸欠仲間ですよ酸欠仲間、うん、でもちょっと息を入れるとやっぱこう体力使うもの、いや使いますね、なんかいや なんですかね、歌の時って僕の感覚なんですけど、はい、割とこうなんか上半分使うようなのが多いんですけど、今回のは結構腹のもう下の方からもうずっと息と圧こうやって頑張りながら、時折コーヒーみたいな感じでこう撮ってたので、うん、汗はかいてましたね。でもこの声優としてのこの出す発声とまた別物な感じは、うん、もっとそれこそ年齢もやっぱ10代とかのそのエネルギー、はい、多感な時期のエネルギーとかこう根拠のない自信ではあるけどこう怖いものなしみたいな感じの圧を出すためにはもっとなんか年相応のその体をにしよ意識だけでもとか思いながらやってたら自然とやっぱいろんなところに力入ったりとかはしてましたね。まあ、そういった中でこの主題歌のスーパーウルトラアイラブユーはこのもうタイトルが SNS でも話題になるぐらいだったと思うんですけども、はい、まあ、このどんな思いでこの楽曲制作をしたっていうところを、まず最初にチーム内でも賛否両論分かれて、うっすら問題になりまして、分かれたんですか？がっつり分かれました。やめた方がいいっていう意見がはっきり出ましたね。やめた方がいいってどうぞ。いやもう頭がおかしくなったのかと思われて疲れたって大丈夫休めよってついに行くとこまで行ったのかみたいな心配をされたんですけど、なんていうんですかね、その言葉を持って人を驚かせたいっていう気持ちもすごくありますし、人のこと好きになった時とかで、そういう人と一緒に過ごす時間ってまともな
IQ の人っていないと思うんですよ。そういう瞬間ってみんな綺麗な言葉なんて使わないと思うんですけど、いやバカになりますよねやっぱね。なりますよね。なりますね。なんか語彙出なくなったりとか、なんか本当に自分の好きなものを追っかけてる時とかって本当もうそのことしか頭になかったりとかっていう、なんかその辺が。でも僕もタイトル初めて見たのが台本読んでる時に、 あのト書きにエンディングスーパーウルトライラブユー流れるって書いてあったんですけど、攻めたなと思って、攻めてんなと思って、僕は結構最近あのお風呂入りながら鼻歌歌うこと多いですね。スーパーウルトライラブユー歌います歌います。めちゃくちゃ気になるんだけど、それボイスメモ歌いますよ。ボイスメモ送ってほしい。シャンプーしながら歌ってますよ。誰なの？ロロ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 ロ